リコーインダストリーはリコーから生産委託をされた会社になっておりまして、特に大型製品複写機の中高速のモノクロカラー機をメインに作っております。1人当たりの部品点数が非常に多い組み付け状態となっておりまして、1人当たり200点前後の部品を抱えて生産の方を行っております。リコーは常に顧客起点、お客様のことを考えてものづくりをするということを基本に考えています。リコーのものづくりの中では研究開発から始まり、最終的に生産へとつながっていきます。そのいろいろなプロセスの中で 3D プリンターをいかに活用していくか、それによってお客様に満足のいくものをお届けする、つまりものづくりっていうことを考えたときに AM 技術、つまり 3D プリンターは非常に有力な手段だと我々は捉えています。今回我々がチャレンジしたラピッドツーリング、ラピッドツーリングに対してですね、いろいろなタイプの 3D プリンターを試してみました。その中でラピッドツーリングに、具体的にはジグの製作に一番優れた方式は何だろうかと、その評価結果で2つの方式が優れているというふうに判断しました。一つは FDM 方式、そして一つは SLS 方式です。この2つがですね、ジグ製作には一番優れていると。でそのうち FDM 方式に関してはストラタシスのフォータスを使いました。このフォータスのいいところは、材料がいろいろな種類が使える。例えば我々今回扱っている部品の中には電気部品も非常に多くて、帯電防止の効果のある材料とかっていうものが使えるっていうのはやっぱり一つの大きなメリットです。また耐熱性があるとかですね、いろんな用途に合わせていろんな種類が使えるっていうのが一つの大きな、メリットだと思ってます。それから造形の安定性です。これはフォータスのやはり非常に大きいところだと思います。 3D プリンターの話をもらったときは最初はもう 3D プリンターありきでしたので、3D プリンターで何ができるのかなっていう、全然わからない状態でしたので、イメージ的にはただデジグ受けジグが金属のものからただ樹脂の素材になるだけだっていう、そんなイメージでしたので、このまま進めても何の効果が出るんだろうということで、現場の方は非常にやりたがらないっていう状態でした。今までの組み立て業界のものづくりは作業台ありきで、作業台の真ん中に受け台を置いてその周りに部品を集めて効率よく組むという考え方が主流となっておりました。 3D プリンターを活用したことで今までにはない形状のものが容易にでき、コンパクトにでき、スペースも取らないレイアウトで可能になるといったところが今までとは違う発想になるので、今までに発想が出なかった作業台ごと回してしまえというような発想につながってきたのかなというふうに思っています。で今回モデル工程を決めて二十数点のジグをトライしましたが、20キロあったジグが 3D の造形をすることで1キロ以内に収めることができました。そうして1キロに収めたことによって一つ一つのジグが何グラムの世界になりますので、それらを駆使して回転させればもっと違った作業の組み付けといったところができるんじゃないのかなということで、今回の改革モデルに至りました。今までですと1週間以上習熟をかけて1人前の作業者にしていたんですが、今回改革モデルの方では分かりやすい工程配置、工程設定をしておりますので、2日間という短納期での習熟が可能となっております。従来のジグですとやはり安く開けたい、コストを抑えたい、どうしても生産する上での設備投資というところにも気を使って今まではジグを作っていましたというところで、こだわればこだわるほどどうしてもジグには高い金額がかかってしまう、そこを抑えるためにというのでもう妥協をしていたところがあります。でも今回 3D プリンターを使うというところで、そこにこだわりを設けても大してコストとしては変わりがない、であればこだわるだけこだわって作業者が分かりやすいジグ、あとは間違えにくい組み付けができるジグというところを作り上げることができる、それが 3D プリンターのいいところだというふうに感じています。 3D プリンターにも欠点は非常にたくさんあります。そこはいかにしてカバーしていくかと、それは例えば弱いところは金属を当てて補強しようだとか、寸法が出ないのであれば
切削で削って寸法を出していこうと、やっぱりそういうふうなうまい使い方、強みを生かす、弱みは何らかでカバーしていく、そういうことをやることによってですね、 3D プリンターの使える世界、使う世界を大きく広げていって、ものづくりに大きく貢献していきたい、それがリコーの目指す次の姿です。